え皆さんご機嫌いかがでしょうかマウスバードです今週も文法無料放送の時間がやってまいりました今週も皆さんと一緒に文法力アップのために頑張っていきましょうはいそれでは前回の宿題クイズの回答からいきましょうはい前回の問題はこの文章、えー、The book is worth reading という文章どこか文法的におかしなところはないですか、えー、そこおかしいなあれと思うところを指摘してくださいという問題にしました この文の意味は、その音は読むに値するという意味ですね。実は、S は、SB バーサー NG で、S はにょルにょルするのに値するという、そういう熟語がね、ここにあるからということなんですけれども。はい。正解なんですが、おかしいなと思ってほしいところはここです。リード。リードって何とかを読むという意味ですよね。何とかを読むという意味ですね。多動詞なんですよ。 どうしてことは後ろに目的語がなくちゃいけない。あれないよと。と何を読まなきゃいけない。読むのかなと,ということを考えると、これですね位的に。位置的に変だと思いませんかつまり、ここは本来目的語があったはずなんですね。read the book だったはずなんですよ。なんですが、こういう形になってしまうんですね。The book is worth reading period. ここにもう一回、あの、あ読むもの。もう一回二度目だから、例えば、 リーディングイットとかね、えー。こんな風につけてはいけません。<laughs> はい。つけないで、リーディングビリオドとかこうするんですね。これが正しくなるんですよ。えー、こういう形を取るものがあります。はい。えー、難しい用語でタフ公文っていうんですけれども、えー、前にも実はやっているんですね。えー、と、不定心のとこで似たようなのを実はやっているんですが、えー、まあ、ここ、それはそれ、これはこれで、ビ、えー、B、バース・ア・ NG のこの熟語の時は必ずここのね、 ここに本来あるものがここになると。本来ここにあったものが、ここになるというのをしっかり認識していただきたいなという、そういう問題でした。はい、ここまでいいですか。で、こんな風になる形は他にもあって、ちょっと覚えてもらいたいのは、need ing、あと want ing。 意味は実は一緒なんですね。S は何とかされる必要があるという意味ですね。まあ、need はね、普通、必要という意味ですからね。温度で必要っていうのはちょっと微妙な感じもするんですけど、辞書を引くとそう書いてあるんですね。えー、っと、少なくともジーニアスはそうで。えー、まあ、ちょっと比喩的なね、形なんですけども、need だけ例文を作,作ったっていうか、まあ、書いておきました、えー。読んでみましょう。The answer needs collecting. と意味わかりますか なんとかされる必要があるわけですからその答えはコレクトって訂正って意味ですね訂正される必要があるとこうなるんですねいいですかもう行けましょうかその答えは訂正される必要があるとこうなるんですはいいいですかコレクトも何とかを訂正するなんですけれどもここにも本来あった目的はなくなっちまったとそれはこっちということですねここまでいいですかでちなみにこの文章ですけれども えっと、なんとかされるでしょなんとかされる必要ってことは受動体っぽいですね。実は need to be collected。ここが受動体になってますね。えっ、ー、と、こんな風にもじ実はできるんですね。ということは、これからこれの書き換え問題っていうのもあるんですよ。はい、いいですか ?need to be collected と、こういう風に使うこともできます。ですが、えー、こちらのように needs collecting と。 で後ろ目的語がないよという形をね、えー、使うこともあるというのをしっかり覚えておいて合わせてこの be v e r s u g も後ろはないんだよというのをしっかり認識を認識しておいてください,い,いでしょうかはい、えー、それでは後半までの宿題クイズ、えー、講義兼宿題クイズをちょっと出しましょうはい、えー、と場面ご覧くださいはいまず英文がありますね I like playing the guitar 次が I like to play the guitar とこう書いてありますねえー、ポイントというかここの違いはここだけだよねはいイコール文がついてます、うん、まあ一応イコールにしておきましょうはいえー、意味考えると、えー、まあサンざパラ同名詞やってますから分かるでしょうなので私はギターを弾くことが好きだとこうなるんですねでこっちも名詞用法なので私はギターを弾くことが好きだとこうなるんですねなのでこういう意味になるということですねはいここまでいいですか えーとこのように、トゥー不定詞の名詞予報と、えー、こちらの同名詞はね、まあ、両方ともことというふうに訳せるのが基本なので、えーまあ、そこから照らし合わせると、このように同じ意味だというふうに言うことはできるでしょう。はい。ここまでいいですかはい。それではちょっと見てほしいんですが、いいですか今度はこの2つ。I remember sending the letter. 次。I remember to send the letter. 違いは上と同じようにこうなんですけれどもここが違うだけなんですけどここにイコール記号は上はあったっすねじゃあ下もつけましょうか残念つけらんないんですね上はまあ同じじみと言ってもいいでしょうはいお勉強ですからいいですまあほぼ同じみなんですがえっと下は明らかに違うんですはい下は上と下は意味が違うんですはいこれが「小浜での宿題クイズ」 上の意味と下の意味をの役例を答えてください。はい、上と下の意味が違う意味が違うよというのが分かるような役例を書いてください。はい、これが後半までの宿題クイズです。はい、いろいろ調べていいですよ。調べながらちょっとやってみてください。リメンバー調べれば書いてあるんじゃないかなと思います。自社でね調べてみてください。 はいそれでは、えー、今からメッセンジャーやってる方は回答をご記入ください、はいえー、それ以外の方は回答を考えてから後半のビデオを楽しみにしてください